町からのお知らせ、確定申告、住民税申告の受付会場、地区割について、令和5年度成人肺炎球菌ワクチン接種補助についてなど、高森のどんどや、各地区のどんどやをお届け。今週は奥谷草壁南部鶴地区、高森町消防の番組、令和6年高森町出初め式、後編は通常点検、別所池での一斉放水などをお届け。大自然に抱かれ、南阿蘇ビジターセンター学芸員の工藤さんが、奥六区上琴恵さんに冬の植物について教授。週刊情報高森、まずは高スポ風鎮太鼓教室体験会、続いて能登半島地震災害派遣総工会の2つの話題。その他の番組はご覧の通りです。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで、 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？ TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。町からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。